はい、どうも、りょうすけです。今回はトラップ戦法でね、ガーチャーサルやっていきたいと思います。サブ性能アップでバッコリとこれね、トラップを強化していくっていう。そしてトラップに引っ掛ける、まあアサリなんでね、高確率で引っ掛かると思います。それでもぶっ倒す、いきましょう。ガーチャーサルのハーゴグ倉庫やってみましょう。さあ、トラップをもうゴール前にセットしておくっていう、ね、そしてサブ性能アップのおかげで範囲と火力が上がるので、俺の想定では。さあ、ここよね、こことここ、はい、勝ち。まあ、上から来られたら知らんけど、ね、さあ漁っていこうや。いっぱいあんで、ワンチャン先手はまだあるぞ。これ先手取れちゃうよ、これ。うわー、何これ。うわー、そんな一瞬で展開してくると思う、想定できなかったよ。さあ大丈夫か、トラップはまだ無事やな。ちょっと怖い。さあ、これ先手取りたいな、できれば。相手がでか、俺完成の報告入ったか。あ、でもトラップで、ほらほら、トラップでね、ほらアシスト入ってます。想定通りよね、やっぱり。これがほんまトラップ戦法ですわ。えい、シュー、あー、バイバイ。いやー、今のはあかんな、ちょっと沼だったな。大丈夫、トラップあるから相手高得点許さないっていうのがやっぱね、強いです。高得点許さないので、もしオールダウン食らっても足場が、あーって言ってつまずく言うてね、相手つまずくから安定する勝率が、どうしても必然的に。あ、よいしょ、ちょっとギリギリまで隠しておきたいんだな。インクないです。もうこのタイミングでインクを打つな、打つなではないけどさ赤ゴーラー打つなっていう、そういうなんか感じを言っちゃったな。うん、今んとこでインク切れるやつマジでみっともね。うん、あ、すんません。まあまあまあね、お互い両者 無得点なんで、全く問題ないと言ってもね、過言ではない。よいしょ、テロキルでも勝てますから、やっぱりそういうお手軽なね、勝ち方を紹介してますこの動画では。やっぱり勝ってこそなんで、やっぱキル取ってもね、負けたらそれお前さーってなるやん。うわ、だからね、やっぱキル取れなくても勝てる、まあ勝てるかどうか知らんけど、その勝率安定するんで、比較的それが俺の狙い。よし、でパブロで当然のように回収かけていく。やばい、しょうもない曲者で死ぬ。さあ、はぐれあさりを、うわー、全然はぐれてねえじゃん。 あいつあさりぽいぽい捨てとんな。あいつなりの考えがあるのか、非常に興味深いな。ないかな。あー、ごめん、イカスが使うべきやったかな。さあ、相手暴れるってるらしいよ、なんか。やばい、俺のトラップがとっくの昔に解放されてる。あ、でもアシスト入った、アシスト入った。やられた、押さんといてや、そんなんおらへんやったら。おると思うじゃん。よいしょ、オッケーオッケーオッケー、いい感じやね。さあ、こっから得点取るだけ、やっぱり高得点取る許さないですから、それが強い。どうしてもその大量得点入ってしまうともう終わりなんでね、あーってなるんで、それを防げるんで、味方のやる気もそう簡単に下がらないっていうメリットございますよ。やばい、あ、いや、強くにいこう。やばい、やめてやめてやめて。うわー、ここで勝ち合うかよ。またや、またや、同じことした。もうセンスがない、これはひどい、いい、ひどない、あまりにも見苦しい。うん、見苦しい姿をもうお見せしてしまってるわ、完全に。うん、見苦しすぎてもうダメだこれ。
ちょっとお見苦しい姿やな。やだよ、そういう姿を見せるのは。ちょっと一回飛ばして、もう飛んだやろかよボケ。ほら調子こいじゃねえぞ。自分勝手なことすんな。俺が一番自分勝手な発言させてもらってるけど一番俺が自分勝手な発言してるって。やめんなよ。はい、残念。はぁ、あ、やられんなってそこでよ。ガチ急げっていう盤面じゃ。よいしょ、ガチで急げ、ほんまに。ナイス、ういー。これよ、俺が見せたかったのはお見苦しい姿全くちょっと見せたくなかったわ、ほんま。ガーデサリの富士壺スポーツクラブ、まあいかにね、見苦しい勝ち方でもいいんです。勝てばそれ、あ、勝ったんやってなるやろ、見てる人は。やっぱり視聴者の方々がいかに俺がボッコボコに倒されてても最終的に勝ったならば、あそこやられたけどあれで当てたんやなって、そうだったんだなって分かるんで、分かってもらえればそれでいい。あそこでやられていたのはわざとだったのかとか、やっぱりそういう考えに至るはずなんで。うわー、かわしたと思ったけど、うん、嘘です。別にあいつがおることに気づいてなかったんで、かわしたとか関係ないです。たまたまジャンプしただけ。さあトラップ張ってるんで、はい、これ残念ながらね、はいはい、来たー。はい、ほらね、ほらね、ほら、もうデカボールを下に落とさざるを得んっていう。うん、これよ、ほら、アシスト入った。これがね、やっぱ俺の実力かつ味方の実力っていうことですよ。トラップでセンサーもつくからね、それが2。豚爆発するだけやったらほんまね、ダメですよ。商売ならへんけど、正直商売は成り立つレベルのね、やらせてもらってるんで。は、いや、おかしない、5発ぐらい当ててんけど。まあ貪欲に勝つということでね、やっぱりそれが大事。よいしょ、よいしょ。まあ無双して勝つもよしやな。で、貪欲にこうお見苦しい姿を見せながらもね、やべ、カモン。うわー、デカボールならなかったな。うわー、ならなかったね。しかもこれカウンターが、でもまあトラップあるから大丈夫ですけど。ちょっと困ったな。少しばかり困りましたね、これ。で、トラップ読まれへんようにちゃんと塗っとくからね。うわー、逆サイド展開か。うわー、それうまいな。敵のヘイトを分散させるという行動テクニックか。くっそ、裏回られた。これみんな、ここだ。ここだよ、戻り方は。わかるか、戻り方。ここはもう防戦一方やな。守らざるを得ん。ここは実力で。しばき。まあトラップでいいでしょう。一旦やっぱ立て直していこうや。俺もそろそろ指温まってきて、連打力が上がってきたからさ。任せろ。トラップだけでなく本体の方も温まってきた。もういいや、ダイレクト取っかんで、多分間に合わないでしょ。人間の目の速度では間に合わない。うん。デカボール完成したって反応しても、俺のシュートは止めらんねえぜ。まあでもきついな。ちょっと単体シュートはほんま、カウンターボール相手にくれるだけなんで。トラップあるか？あるな。ここをやっぱ軸として立ち回らせてもらってるんで。いや、マジっすか？うわ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 、なんかトラップ行かれたってことはやばいな。ちょっと張り直し行こう。よいしょ、我々のトラップが。さあ、そして湧いている。ここは俺が先陣を切ることでカモンを押せるから。ここでカモン、
よっしゃ、来た。罠にかかった。イカスイヤ、ハサミ撃ち。来た。オッケー。味方のイカスイヤとハサミ撃ち。これが芸術ってやつだよな。芸術は爆発っていうのを教えてあげるとはかなと思います。これなんだよな、連携。やっぱりナイスナイスナイス。うわーですよね。そこあると思った。音的にそこしかなかったからな。さあトラップで仕留めていくが、俺も仕留められていく。何ボム困るな、そういうことされたら。さあなんかこれいつもの嫌なパターンな気がしますね。なんかあの延長でカウントリードされて負けるみたいな。やばい、負ける。うわーごめん。どうだ、早く勝利ってほしいな。あー勝利切ってないやん。いやいや全員やられた、負けるぞ。あ負けた。あしっかりと勝利していったね。ガーチャサリのハーコグ倉庫やってみましょう。さあトラップをねぶち張っていこうか。そして勝率安定させよう。さあまずはこことここで連チャン張り、連張りで。さあ味方話が早いな、仕事が早い。ここを S 字カーブ、うん、 S 字カーブ、あーダメか、逆に相手来たな。でもトラップあるよ、残念。あ引き返したか、やるな。トラップを見越したか。さあここは塗りを一旦お掃除していく。そいでもってここ何事もなかったかのように攻め込んできた。あ倒せんな。あやってくれた。8個止めを成立させていく。でオーバーラップ、即座に前線へのアシストをかけていく。よいしょ、 OK、 狙い通り行きましょう。まあここでちょっとなんとかしようか。 S 字カーブを描いていく。あーしかも今の俺カモン押したけど別にカモンではないな。あの場面は間違えて押しただけやから。あの場面で味方飛んできても全員死ぬだけやからな。うわー俺のトラップまでかいくぐって、あいつやるな。俺の罠をかいくぐってスパチャクまでぶっ放してくるとは。ただもんだ、ただもんじゃねえな。うん、勘だからただもんじゃん、あいつは。うん、一瞬ただもんじゃないかなと思ったけど勘だ、ただもんやわ。よいしょ、さあ塗っていこう。あ、はぐれあさりあるよ。さあスカスカスカと塗っていって、何個止め俺、7個止めか。味方の足そ次第では。うわー味方ついてきてくれてると思ったけど、ごめんごめん。さああそこなんか競り合ってんな、小競り合い行ってるってわけか。トラップはまだ解放されていないな。ちょっと敵が詰めてくると俺の居場所なくなるからな、それが怖い。塗るしかねえな。イカスフィアで一回脅かしてもいいけどな。上から行くか、ドン。よいしょ、セーフか俺。うわーちょっとごちゃごちゃしててわけわかんない。うわ着地か。だがここは壁を駆使した、うまい。しかもなんじゃこの神タイミング、俺が呼んだかのような、予約をしていたかのようなタイミングで上がってくれるとはな、面白いじゃねえの。うわしかも倒せんし。
大地から浮き出てきたな、完全に。呼び起こしたな、俺が。旋風を巻き起こした。ここだろ。暴れるします。すばからへんわ。ごめんね。理解不能。これイカスペアで詰めようか。よいしょ、これで追い打ちでトラップで挟む。よし。オッケー。ムシ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 、フルムシ。ノンストップ。よいしょ。まあでも微妙やけどな、正直な。相手にカウンターボール上げるだけと言っても、いいような立ち回りなので、まあ任せなさい。トラップ&トラップ&デリバリーシステムいこうか。あ、デカボール取れてない。そんなことあります？まあありましても中出してもいいや。オールダウン。ちょ、デカボールの人はもうマジ駆けつけてや。すごいスピードで。あ、この辺の塊で爆発したろ。サイスジカーブを描きながら。うわー、結構いい連打当てたよ。さあ、高得点入っていく。あとは俺のトラップがあるから勝ち確定やな、これほぼ。俺のトラップをかいくぐられへんと思う。延長戦だけでは。2回攻撃しないと無理でしょ、多分。まあ、ここはまあ一旦返してやる。許してやるよ。いやー、そう簡単に突破できへんね、これ。我々の防衛は、そんな、あれ、余ないぞ。申し訳ないけど。オッケーオッケーオッケー。いやー、安定やな。勝率がもう、3戦3勝というかね。全く間違いのない作戦でした。はい。トラップ戦法でした。ご視聴、ありがとうございました。色になったこと、いつか恋人よあなたのこと、すべて包み込みたい。私の瞳に映る姿、優しく見守れたなら。